三代、八馬健介12月23日から1960年8月12日は、日本の政治家、兵庫県多額納税者、資産家、実業家、神戸銀行討取、り、八馬寄選相談役、兵庫県向郡西宮町出身、兵庫県平民、八馬久志蔵の長男、初代、八馬健介の孫、1916年、 早稲田大学長科卒業。1917年、家督を相続し、救命、栄之助を改めた。生米及び海運業を営み、傍ら銀行会社の重役であった。八馬木先社長、同会長、同相談役、向子銀行、西宮銀行格闘取り、日白拓職、大道信託、神戸土地工業、日本家売り、共同信託、 東洋パルク核、取締役、西宮酒造、神戸海上火災保険、朝日海上火災保険、梅田映画劇場、阪神急行電鉄、東京宝塚劇場、山陽中央水田、南海映画劇場、神戸ガス、日本高産業、東海工業核監査役、神戸新宅相談役、多門代表社員などを務めた。1936年、 兵庫県の七銀行の合併による神戸銀行設立に参加。神戸銀行初代討取りに就任1947年までその職を務めた。国防献金その他、計40万円を寄付した。戦後、公職追放を受けた。宗教は新州本派本願寺。住所は兵庫県西宮市久保町。ありがとうございます。